フランク・セッジマン、フランク・セジマン、1927年10月29日体は、オーストラリア・ビクトリア州、モントアルバート出身の男子テニス選手。フルネームは、フランク・アラン・セッジマンという、1950年代初頭の男子テニス界に君臨し、オーストラリアテニス界の黄金時代の最初期を築いた名選手ある。セジマンは4大大会で、総計22勝、男子シングルス5勝、男子ダブルス9勝、混合ダブルス8勝イコール22勝を記録し、1951年に2歳年下のケン・マグレガーと組んで、テニス史上初の子ダブルス部門、年間グランドスラムを達成した。混合ダブルス部門でもすべての4大大会を制覇したキャリアグランドスラム達成者であり、彼が獲得できなかったタイトルは全仏選手権の男子シングルスだけである。セジマンのテニスは重厚なフォアハンドストロークやスピード感に溢れた華麗なボレーを大きな持ち味とした。フランク・セッジマンの競技経歴は1946年の全豪選手権から始まり、初出場時は4回戦まで進出した。1948年のウィンブルドン選手権、男子ダブルスで、セッジマンは、同じオーストラリアのジョン・ブロムウィッチとペアを組んで、初優勝を飾り、決勝で、アメリカペアのガードナー・ムロイ&トム・ブラウン組を5-7、7-5、7-5、9-7で破って、最初の4大大会タイトルを獲得した。1949年から、セッジマンは全盛期を迎え、全豪選手権で男子シングルス、混合ダブルスの2部門制覇を果たし、男子テニス国別対抗戦、デビスカップのオーストラリア代表選手にも選ばれた。全豪選手権の男子シングルスで、セッジマンは、ジョン・ブロムウィッチを6-3、6-2、6-2のストレートで破り、4大大会の男子シングルスで、初優勝を飾る。混合ダブルスではアメリカのドリス・ハートとペアを組んで優勝した。1950年は全豪選手権の男子シングルスと混合ダブルスで2連覇を達成し、男子シングルス決勝ではケン・マグレガーを6-3、6-4、4-6、6-1で破り、混合ダブルスではドリス・ハートとのペアで2連覇した。この年は全米選手権の男子ダブルスでジョン・ブロムウィッチと組んだ優勝もある。1950年はオーストラリアのテニス界にとっても画期的な年になった。第二次世界大戦終了後のデビスカップはアメリカチームが1946年から1949年まで4連覇していたが、オーストラリアがこの年にアメリカの連続優勝を阻止して1939年以来のデ敗奪還を成し遂げたのである。セジマンはデ敗決勝の対アメリカ戦で出場3試合すべてに勝ち、この記念碑的な優勝に大きく貢献した。1951年は男子テニスの歴史に大きな記念碑が刻まれた年となり、フランク・セッジマンとケン・マグレガーのペアがテニス史上初の男子ダブルス年間グランドスラムを達成した。男子ダブルス部門における年間グランドスラムは、今なおこのペア一組だけである。1951年と1952年の2年間は、文字通りセッジマンの黄金期であった。1951年は、全米選手権で、男子シングルス、男子ダブルス、混合ダブルスの3部門すべてに優勝する、ハットトリックを達成し、1952年は、全仏選手権、ウィンブルドン選手権、全米選手権3大会連続で3部門すべてに決勝進出を果たした。1952年の全仏選手権で、セッジマンは、ケン・マグレガーとの男子ダブルスとドリス・ハートとの混合ダブルスで2連覇したが、初めての男子シングルス決勝で、チェコスロバキア出身のヤロスラフ・ドロブニーに2-6、0-6、6-3、4-6で敗れ、この部門だけはタイトルを獲得できなかった。ドロブニーには1951年の全仏選手権でも準決勝敗退があり、赤土のコートでは相性が合わなかった。1952年のウィンブルドン選手権で、セッジマンは第二次世界大戦の男子テニス選手とて、初のハットトリックを達成し、男子シングルス決勝で全仏と同じドロブニーを4から6、6から2、6から3、6から2で破って初優勝を飾る。ところが1952年の全米選手権で、セッチマンは、ケン・マグレガーとの男子ダブルスを落とし、メルビン・ローズ、オーストラリア&ビック・セーシャス、アメリカ組に6から3、8から10、8から10、8から6、6から8で敗れ去る。1951年全豪選手権から続いてきた、セッチマン&マグレガー組の4、大大会男子ダブルス連続優勝は、7連勝で止まり、2人は2年連続年間、グランドスラムの偉業を逃してしまった。全米の男子シングルス決勝では、ガードナー・ムロイ、アメリカを6から1、6から2、6から3で破ったセッチマンだが、彼の連続ハットトリック、全米で2年連続、1952年ウィンブルドンに続く2大会連続も消えてしまった。テニス4大大会のすべてにおいて、男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルスの3部門にキャリアグランドスラムを達成することをテニス用語ではボックスセット、ボックスとセットという。フランク・セッチマンはケン・マグレガーと組んだ男子ダブルス、年間グランドスラムに加えて、混合ダブルス部門でもドリス・ハートと組んでキャリアグランドスラムを達成した。男子ダブルスではジョン・ブロムウィッチと組んだ優勝もあるが、ブロムウィッチと2勝マレガーと7勝イコール総計9勝。混合ダブルスで挙げた8勝はすべてハートがパートナーであった。彼が唯一獲得できなかったタイトルは全仏選手権の男子シングルスであった。1952年の全仏決勝で敗れたヤロスラフ・ドロブニーがセッチマンのボックスセットを阻止したのである。1952年12月29日から31日のデビスカップ3連覇を最後にアマチュアテニス選手の競技から退いたセッチマンは1953年からジャック・クレーマーの勧めによりプロテニス選手に転向した。当時の4大大会は出場資格がアマチュア選手に限定されプロテニス選手たちには別の大会群があった。前年までの彼の活躍を見ていたオーストラリアのテニスファンたちは彼のプロ転向を思いとどまらせるための資金提供まで試みたという。プロ選手に転向後、セッチマンは全米プロテニス選手権 US プロで1954年のシングルス準優勝や1961年のダブルス優勝などの成績を残した。1968年、テニス4大大会にプロ選手の出場を解禁するオープン化措置が実施され、セッチマンは1970年から1976年まで4大大会にも再挑した。40歳代を迎えてからの再挑戦は1971年のウィンブルドンと1972年の全豪オープンで3回戦進出がある。1976年の全豪オープン2回戦敗退を現役最後の試合にしたとき、フランク・セッチマンは48歳であった。1979年に国際テニス殿堂入りを果たしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。